もうやってない。これだったら一番悪く見える帽子ちょっとお願いします。おお、まあでも一番最初はねちょっとビッグモノ見ちゃったけど、あ、まあやっぱこの辺とか、あとはどうだろうな、いっぱいあるんですけどね。まあ、先ほどの復刻したも、あのウィーペットの復刻品もあるんですけど、うん、それにまあステッドソニアンっていう頭がちょっとごついタイプがあって、うん、これも一応定番だったんですけど、この配色自体を復刻したものなんですよ、うん、かっこいい色これ。ライトグレーっていうのはあんま見ないけど、うん、いざ被ると結構合わせやすいです、うん、はい、悪くなれるから。壊れたらさすがに悪い。さすがに大丈夫でしょう。正面見てよ。ああ、正面、はい、よかったです。かっこいいこれ。めっちゃかっこいいこれ。やべえ。チンピラみたいですね。え、これオープンクラウンでどうやって潰すんですか。基本まあチョップしてもらって、うん、これ丸型ってやっぱりネットだとあんま伝わんないんですけど、うん、このチョップしていただいて、そこから握ってもらうともう大体それになっちゃうんですよ。やってみていいですか。もちろんもちろん。あ、そういう感じなんだ。そう、チョップして、チョップして、こうかぶるときにこう握ってもらって、で、あとはかぶったらこうやって自分で自分なりの形に仕上げるっていうね。うん、これかぶり込むとブーツとかと一緒で愛着が湧くんですよ。自分のオリジナル型ができるから、ここからこうやってやったりする。うん、自分の好きな感じにできる。そうですね。なるほどね。うん、それかぶっていい？これ。どうぞ。ちょっと大きいけど。うん、いい色だね、それ。これいい色だぞ。あ、いいね。渋い。うん。いいね、これ。いいな、これ。ね、うん。似合うな、ハットね。かっこいい、これ。ちょっと、インジャパはこんなとこに。お札を。これ旅行帰りのなんかお札とか入れてもらって、うん、あ、でもいい、ね、いいギャンブラっぽい感じの、いいね。で、そうチップだってあとはちょっと変わったものなんですけど、最近ちょっと作ってみたんだけどね、ギャンブラハットっていうこういったちょっとポークパイ型のね、ちょっとウエスタンっぽい感じの、これかっけえじゃん。巻き上げにして一応ホースヘアで編んだものちょっとこっちほらなんそうなんです、ね、折れてる。本当だ。でウサギの毛なんですけど、ウサギ、はい、これがホースで、これがウサギなんですけど、ちょっと毛並みを伸ばして、なんかほら本当だ、はい、毛が風合いがめっちゃいい、ね、全然違うんですよ、ね、毛並みが、はい、ね、微妙なね光沢があってすごい悪い。これ一番悪いんじゃない？商品悪いよ。去年までの企画したもので、まあちょっと今はもうあるだけになっちゃったんですけど、うん、直営ではまだ今さ在庫あります、ね。被ってみますよ。やっと割れるなんて。あ、うわー、これだ。これかっこいい。これ最高だね。一番いいんじゃないですか。マジですか？うん。ハマってますね。この、うん、ね、この形いいっすね。前もこんなような形持ってるから被ってました。被ってました。うん。これはかっこいいよ。被り心地もやっぱ超いいっすわ。高級感で。これだな。これいいっすね。うん、これ候補っすね。一番高そうだね。ショーケースのやつ。この一番下の縁に、なんかそのステッチ入ってる。これですね。これもかっこいいですね、こういうやつも。これは先ほどあの紹介したあのソフトメイドっていうブランドなんかのもので、一応刺し子で仕上げたものなんですけど、あの素材はまあ、あのファー、ラビットファーですね。で、毛並みがいいの。こういう網のついてるんですよ。これね、本当こういう感じで入ってたんですけど、まあちょっとたまたま取り外しちゃってるんですけどね。これどういうこと？これ、こう入れて？これ入れてね。入れるんだ。これここだったらね、周りにこうやって。はい、ああ、そう、首に巻いても全然いいっていうものですね。広沢さんのね、うん、農業家で農業しながらこれ買うといいんじゃないですか。こんないいの被れないよ。結構かっこいいんですよ。か、見るより被った方が雰囲気が。これ広沢さんでしょ。垂らすといてもいいですもんね。もちろん全然大丈夫ですね。垂らすのもかっこいいんでしょ。おお、もうね、渋、うん、あ、いい、渋い、なんかドレッドみたいな、ね、三つ編みしてるみたい、三つ編みしてるみたい、あ、いいじゃんこれ、渋いな、めちゃくちゃかっこいい、結んだバージョンはどうなんですか、え、下で、下でないだろこれ、広沢さん結んだ方がいいでしょ、あ、いい、あー、なるほどね、あ、まあ、あ、めっちゃいい、ありますね、あ、それかっこいいじゃん、かっこいいかっこいい、でもこれは使い勝手良さそうだし、おしゃれだし。
良さそうです。風ないですね。確かに。確かに。これいいアイデアですね。かっこいいね。やっぱこれがいいと思います。ね、それいいですね。これね、縁の。ここら辺は。これは直営店の、まあ、オリジナルブランドなんですけど、チャプタージュエリーっていう、まあ、ちょっと僕企画してるブランドなんですけど、はい、一応ヴィンテージ のハットジュエリーをちょっとサンプリング取って作って、一応、まあ、ナバホとかインディアンジュエリーとかのテイストも取り入れながら、まあ、ハットピンなんだけど、マネークリップとか他の使い方でも併用できるように。ちょっとつけてるみたい、うん、この辺とかね、これ例えばまあね、こんな感じで、うん、挟んでいただいて、でここに止めるんです。やばそれ。これは渋い。はい。一応こんな感じです。まあちょっと形はあれだけど、全然違うな。全然高級感は増しますよね。これいいね。まあヴィンテージのね、ハットピンとか結構出回ってるんですけど、ちょっとやっぱり分厚いものがあんまなかったんで、それをちょっとちゃんとしてしっかり作ったっていうものですね。かっこいいですねこれ、うん、結構ね、本当だ、しっかりずっしりしてるんですよ。本当ガッチガチ。わ、これもかっこいいな。かっこいいねこれ。いいねこれはいい。結構ねウエスタンだから、それこそね、ショーへの被ったあれとかにつけたらかっこいいかもしれない。めっちゃかっこいい。あ、違うやつ被ってみると違うイメージ。うん、おかっこいいこれ。かっこいい。いいね。チラッと見えるね、この感じが。おしゃれだな、これ。いいの見つけちゃった。意外とね、この辺もかっこいいんですよ。サンダーバード。一個一個ちょっと名前がついてるんですけどね。これはアイスニードルっていうシリーズで、ツヤ消しなんですけど、使い込むと当たりが出てきて。パッと見、あんまりね、ちょっとはなんか地味っぽく見えるけど、まあ、いい使ってると。テカってきますね。だから どのハットと合わせても意外とマッチで、うん、確かにマッチしてる、うんですね、あんまり主張もしすぎずっていう、そうなんですよ、ね、石とかもねちゃんとターコイズ、はい、スリーピングビューティーっていうちょっと青系の強いターコイズを使ってますね。鮮やかですね、はい、キングマンとかナンバー8とかっていう、まあ、石をいろいろちゃんと使ってますね。うーん、すげえ。でも俺これやりたい。あーこれね、羽も一応売ってるんですよ。羽売ってるんですか、はい、これは何の羽ですか。これはですね、ホロテバっていうアメリカの野生のダチョウの羽なんですよ。日本にはないんですよ。本物の、はい、これ野生なんだ。しかも野生なんですよ。こっちですか。こっち刺すってことですね。そうですね、こういう風に刺してもいいし、まあこういったドレスハットにはちょっとどうしてもウエスタン感が出るけど、なんていうの、細リボンとか、こういうタイプかっこいいこれ。横で刺したりとかね、こういう感じで。確かに。かっこいいわこれ。渋い。ね、結構雰囲気は変わりますよね。これは渋いな。うん、かっこいいでしょ。これあんま出回ってないんですよ、この羽。まあちょっとね、もう羽1本で2000円で売ってるのもどうかと思いますけど、まあ珍しいです。うん、結構日本であんまないんですよね。スケッチ結構いいんじゃない。わあ。洒落てるね。違う？うん。ないと絶対違うねこれ。違うね。撮ったら多分全然印象違いそう。当然、うん。全然違うわ。違う。寂しく見えるね確かに。全然寂しいもん。でかいな。でかいな。ここはすごいでかいね。うん、そう、ここはねちょっと細リボンだからね、なおさらね。ああ、ここに見える。なるほどね。ハット以外もいろいろありますよ。あって面白いですね。これはなかなか珍しいんですけど、あと、日本の生地のお尻の部分の羽、綺麗ですよね。これはまあね、切ってちっちゃくすることも可能ですけど。そうなんですか。この長さじゃまあ電車は乗れないですよ。これはね、うん、引っかかって落ちちゃう。ない意味で。びっくりされますけどね。これはね、逆にこういう風に刺してももちろんいいですけど、まあインパクト感やばいですけど、ゲームのキャラクターね。ね、これね逆にね巻いちゃうっていうのもいいんですよ。ああ、ちょっとね、怖い。縫える方だとこういう風に巻いちゃう。ね、まあ実際そういうモデルも過去にはうち作ったことあるんですけど、まあ結構いいですよね、こういう。かっこいいね、巻いちゃうっていう。かっこいいね、それ。細リボンとかね、ウエスタンハットだからショーへのあれはかも合うかもしれない。あー、それかっこいいな。まあね、これ、こっちかな。うん、渋い。かっこいいぞ、これ、すごい。うん、
ったらもう成人式迎えられるよ。もう26っすけど。次の成人式。さすが古着好きっていうか服好きが出ちゃってんね。アパレルもあるんですね。そう、最近ちょっとあのよく服とかやってないんですかって言われたんで、あの最近始めたんですよ。ああ、そうですね。ブレサットに合うカジュアルラインで作った、まあ、アパレル、一応まあアーツさんとかの、まあ、歌手だったり昔のアメリカの、まあ、ミュージシャンだったりっていうのの歌手とか言葉を取り入れたものなんですけど。そうなんだ。はい、まあ本当にね、今回はもうまあ、限定生産で作ったんで、本当にお値段もすっごいリーズナブルです。T シャツでね、これね、確かに安い。値段言っちゃうとやばいですけどね、もう本当に安いです。買いやすい値段欲しいね。え？もう来ていただいたお客さん、もう本当にこのぐらいの金額でお売りしますっていう気持ちで。そうね、本当に。金と同じぐらいです。そのコーチジャケット着てみるいいじゃん。あ、なんかちゃんと俺のって。あ、これが入ってるんですよ。ね、すごいね。すごいよ。なんでそんな安いんですか。しっかり作ってんの。いつも買ってくれてる方はもう本当にやっぱね、結構高額出していただいてるんで、その分服はもう極限まで値段を落として、はい、うわふわふわじゃん、これふわふわ。あ、かっこいいな。あ、合うっすか、ハットに合うね。いつもの雰囲気や。やっぱこのあれが全然違うにあるとないなんて、見えんの。全然違うわ。かっこいいじゃん。ドレスマンっていう、まあ、着飾った男っていう、まあ、一番 G トップの歌手をと取り入れたんですけど、うちはね、これあのニール・ヤングの、あ、マドン・ゴールド。ああ、さすがです。すごい。めっちゃ好きなんですよ。あ、そうなんだ。ニール・ヤングもハットかぶるじゃないですか。はい、で今ちょっとここに CD あるんですけど、あ、僕ね、スティーブ・レイ・ボーンも大好きなんですよ。あ、本当ですか。めちゃめちゃギター上手いじゃないですか。で絶対ハットかぶってるじゃないですか。これに似たハットあります。スティーブ・レイ・ボーン。この人はね、めっちゃ似たよ、ね、そうだ、ニール・ヤング。ちょっとこっちついてるよね。うん、ウエスタン系ですけど ね、 もんね、うん、かっこいい、この辺も。これもアメリカ製です、ね。あ、そうなんですね。ガンクラブって書いてあるモデルで、一応アメリカではあの狩猟用の帽子なんですよ。あのハンティング、はいはい、はい。まあ、日本でかぶっちゃうとね、結構ね、ハードですけど、好きな人はいます。ちょっとこれでギターやりますかね。これでもう、これ大丈夫。全然うまいです。違和感な、違和感ない。これでもちょっときついですね。こう、なんですか。あ、これね、アメリカ製は本当に木型が違うから横は当たっちゃいますよね。結構合わないですけど。そうなんですよ。確かにスティーブ・レイ・ボーンだ。これをかぶったらギターが上手くなる。ここにね、ちょっとまた面白い帽子ある。あ、これね、これはね、これなんか帽体なんですよ。あのハットを仕上げる前の工程 ですね。これでもこのままでもよくないですか。一応これと似たようなライトに被れるハットも一応製作はしてるんで、ちょっとまあ秋冬あの折りたためるものとかもうちも作ってるんですよ。はい、折りたたんで、こうやって入れとく、うんうんうん、で気分によってこう出して、そうなんですよ、ね、似合いますね。似合うね。でもこうやって自分でこうやってやってもいいんですか。全然いいです、全然いいです。ほらいいね、このラフに被る感じがいいね、うん、でこうちょっと丸くしてもいいです。うん、もう今度は広沢さんの俺店舗立ってもらおうかな。だいたいね、もうなんか喋ってくれるからもう。木型がこれなんですか。そうですね、これ木型一応目安で置いてますね。へー、はい、撮ってみて。もうお、すごいね。めちゃくちゃ木型の種類ある。おお。わあ、すごいな。どうなってんだ。そうなんですよ。やば。これでガシャーンってやるんですか。そうですね。初めて見た。固めてて、ノリ付けでブロッキングして。下は？普通にフラット？うん。これでまああのサイズとか、まあ、形を変えたりとかっていうので、うん、はい。一応まあマニッシュっていうあの木型なんですけど、うちの工場とか。まあ、もうこの辺の一連の工程全部見れるんで面白いと思いますね。あと行きますか。行きたいな。今度行きたいです、ね、今度どっかのタイミングで行きますか。いや行きたいです、マジで。欧米人と日本人と、おー、あー、これ分かりやすいかもしれないですね。全然頭型が違うんです。なるほどね。確かにヴィンテージのハットって日本人かぶれないですか。そう、ほ、うん、ほんとね、実際お店来てね、もうかぶんないと分かんないですね、これね。ですよね。ハットはね、分かんないね。分かんないよね。
ったもうね、一時期もう県外から来られない方はもういっぱいいますからね。でもそういった方たち皆さんインターネットでもうインターネットで、ね、買ってもらってますけど、うん、失敗してる、まあ、しちゃう方もいますよね、うん、やっぱり。でもさ、こんだけ被ったけど全部違うもんね、うん、全部違います。軽さも違ければそうね、全然違うんで、できるなら極限に来てもらった方がいいですね、うん、定休日とかずっと日月が定休日ですね。ちょっと街柄に合わせた定休日になってますけど、うん、そっか、はい、日本橋ですもんね。そうなんですよ。オフィス街でシャッター街なんて土日がよく言われますよね。日曜日は地味なのみたいな。悔しい。もうかれこれ2時間ぐらい被りまくりましたよ。もうそうだね、2時間ぐらい。もう被ってるよ、被りに被って。そんな被ってる。もうそう、みんな被って、うん、それぞれなんとなく欲しいの固まった。もう俺は決まった。